皆さん、こんなに寒い季節は暖かいお部屋の中でスライム作りしませんか？はい、皆さんこんにちは、コムカーチャンネルです。はい、皆さん、最近スライムこねくり回してますか？今回はタカラトミーさんから発売されるプニデコスライムパレットという超絶気になる商品を使ってたくさん可愛いスライムを作っていきたいと思います。それでは行ってみよう。はい、パッケージはこんな感じになってます。なんかこれは水を入れて混ぜるだけでスライムがね作れちゃうそうです。それでは早速開けてみます。じゃあちょっとね、私 YouTuber なんで魔法使います。せーの、ポン。はい、中にはこんなものが入ってました。はい、まず入っていたのはスライムパウダーが5種類、デコパーツが4種類、そしてカップとスプーン、はい、そしてこちら持ち運び用のジッパーパックが2つ入ってました。めちゃくちゃ可愛いです。そして作ったスライムを入れるパレットケースが入っていました。これね、真ん中がねハートになっててね、めちゃくちゃ可愛いです。ちなみにこちら11種類入れることができます。はい、まず最初にこちらのね水色のスライムパウダーを使って1個スライムを作ってみたいと思います。ちょっとね手元アングルにします。はい、それでは早速作っていきます。スライムの作り方は超簡単です。まずこちらのスライムパウダーをこのカップに入れていきます。あ、綺麗な色、ラムネみたいな色してるね。こんな感じで入ったらお水をこの線まで入れていきます。超綺麗な色。そしたらスプーンでよくかき混ぜます。ダマが残らないように1、2分よくかき混ぜます。はい、こんな感じでよく混ざったら蓋を閉めて20分待ちます。この蓋とかこのね容器がめちゃくちゃ可愛くないですか？めっちゃ可愛い。はい、というわけで20分が経ちました。じゃん。なんか見た感じ結構固まってるような気がします。本当にもう水入れて混ぜただけなんでスライムになってるのがすごい心配だったんですけど、合ってるっぽいですね。ちょっとじゃあ早速開けてみたいと思います。よし、触ります。すごい、ちょっとします。ちゃんとスライムになってる。私いろいろなスライム触ってきたんですけども、めちゃくちゃこのスライム質が高いです。めちゃくちゃ気持ちいい。めちゃめちゃ気持ちいい。え、すごくないか普通に。なんか伸びるし、もちもちだし、しかもちゃんとね、手につかずめちゃくちゃいい感じだし、最高でしょ。ちょっとね、これ作るのも楽しいんで、この調子で一気に他の種類も作っちゃいたいと思います。ちょっとね、作ってるところ全部映しちゃうと皆さんのお楽しみがなくなってしまうので、私魔法が使えるということで全部出しちゃいます。せーの、はい、というわけでね5色全部作りました。めちゃくちゃ可愛い色です、全部。それではね、まずはこの5色をパレットに詰めていきたいと思います。最後白、完全お餅。これ本当にお餅。はい、というわけで下の段に5色詰めました。めちゃくちゃカラフルで可愛いです。はい、続いてねこの上の段はこの5色をねいろいろ混ぜたりして好きな色を作っていきます。じゃあまずは水色とピンクをちょっとね軽く混ぜてマーブルにしていきます。マーブルに混ぜていきます。超綺麗。こんな感じ。
まず1色目は水色とピンクのマーブルです。はい、2色目は薄紫を作っていきます。ピンクちょっと、水色ちょっとで、白多めで混ぜていきます。よく混ぜます。これマーブルとかじゃなくて普通に、超綺麗だね。あ、綺麗だね。で、これちょっと私は普通の紫にしたいんで紫色にします。めっちゃ綺麗じゃん。なんかすごい綺麗に混ざりますね、この空。ちょっとこれね、思った以上に色が結構夢かわな感じの色になったので、ちょっとデコパーツはこれ入れちゃいます。白のラメラメ入れます。めちゃくちゃ綺麗だぞ、これは。じゃあ混ぜていきます。ビヨーン、めちゃくちゃ綺麗。超気持ちいい。これいいね、めちゃくちゃ。すごい今回可愛い色作れてるような気がする。ここに入れます。ではじゃんじゃん作っていきます。では、どうぞ。あ、綺麗。まず、いい感じじゃない。じゃあここにレインボーのビーズをかけてあります。これなんか夜空的な感じだね。ゴリゴリしてる。気持ちいい。じゃあ入れていきます。次は何色にしよっかな。じゃあ続いてピンクと黄色でオレンジ色のスライム作ります。サーモンみたいな色になってきた。はい、できました。このようにサーモンのような色になりました。ふむち、混ぜます。ジャリジャリ。できました。オレンジのつぶつぶスライムです。入りました。いい感じ。続いてはシンプルにいきます。まず普通に白を用意します。そしたら、このピンクのラメラメを入れていきます。めちゃくちゃ綺麗。混ぜます。なんでこんな早く気づかなかったんだろう、この素敵なカラーに。じゃーじゃーん、ラメスーパーめちゃくちゃピンクピンク白。はい、バッチリです。では最後のハートを作っていきます。もうここはもうね、最初から決めてたんですよ、ピンクを入れるってね。ピンク少なめ、白多めで作っていきます。おう、今回いろんな色作ってみて思ったんですけど、すごいなんか質がいいんですよね。なんか高級スライムって感じ。めちゃくちゃ気持ちいいし、いい感じのピンクになってまいりました。結構入れましたよ。混ぜます。はい、こんな感じで混ざりました。はい、というわけで最後のピンクのスライムは真ん中のハートに入れました。でね、最後にクリアビーズも入れました。はい、というわけでこちらのモモカオリジナルスライムパレットが完成しました。めちゃくちゃ楽しかった。こんな感じになっております。でね、このパレットがめちゃくちゃ可愛いんですよ。スライム専用に作られていますので、ね、深さもね、めちゃくちゃちょうどいいし、ね、持ち運べるサイズにしてはめちゃくちゃバッチリだと思います。このまんまカバンに入れて遊びに行ってもいいんじゃないかなって思います。そしてね、なんとこちらのプニデコスライムパレットはこんなに可愛いジッパーバッグが2枚入っています。このジッパーバッグは何かというと、この自分で作ったスライムをなんとここに入れて持ち運ぶことができちゃいます。しかもここ見てください、ボールチェーンついてるので、カバンとか好きなところにつけて持ち運ぶことができます。ちょっと私も1個作ってみたいと思います。こちらのスライムを詰めます。こ
ここがね開くようになってるんですよ。はい、開きました。はい、こんな感じで入りました。めちゃくちゃ可愛くないですか。裏はこんな感じです。ちょっとイメージでカバンにつけてみます。はい、今ですね、私のねリュックにつけてみたんですけども、めちゃめちゃ可愛くないですか。これでもスライムつけて歩く女ってめちゃくちゃ可愛くないですか。超可愛い。なんかこれすごい新しい感じがします。このキーホルダーってどこで買ったのって聞かれそうですよね。これ私のオリジナルスライムなんだって言ったらめちゃくちゃかっこよくないですか。なんか流行りそうですねこれ。あとこちら2つ入ってるんで、1つは自分用、もう1つは交換用とかにしてもいいかもしれませんね。じゃあ皆さん、このスライムめちゃくちゃ質がいいので、最後に一回音フェチだけしていいですか。ありがとうございます。というわけで今回はこちらのプニデコスライムパレットを使っていろいろなスライムを作りました。今回遊んでみてまず感じたのは手軽で簡単。今までねスライム作ってみたいけど準備が大変なんだよなって思ってた方とか、やってみたけどうまくできなかったんだよねって人はぜひこれを使って作ってみてほしいです。だって水入れるだけだからめちゃめちゃ簡単ですよ。でね、今回こちら簡単が売りだと思ってたんですけど、一番私が感じたのはスライムの質が高い。なんかねレベルが高いっていうか、発色とか触り心地が全て絶妙なんですよね。ぜひこれはね触った人しかわからないと思うので、ぜひ皆さんも体感してみてください。あとちなみにももかチャンネル、結構大人の方も見てくれてると思うんですけど、これね甥っ子とか姪っ子とかいる人、あとは知り合いの子供ちゃんへのプレゼントにはドンピシャの商品ではないでしょうか。いやマジこの人子供の心分かってるわーって絶対なりますよ。いやもう本当に今日はね時間を忘れるほどめちゃくちゃ遊んじゃいました。ぜひ皆さんもね手軽に超絶簡単に作れちゃうので、プニデコスライムパレットでオリジナルのスライムパレットを作ってみてはどうでしょうか。それでは皆さんバイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。おすすめの動画はこちら、ぜひ見てみてね。こっちのボタンをクリックして今すぐチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやっているのでぜひぜひフォローよろしくお願いします。グッドボタン、コメント待ってます。それではバイバイやー。